様、お疲れ様です。ありがとうございます。久しぶり、そう、ショールームは久しぶり。ちょっと待ってね、ブランケットしてくる。よいしょ。だるま届いたよ。目に麦書いてた。おお、麦ちゃん書いてるやつ。もう全部中学したんです、あれ。あー、来た。もうエコ写真保存した。みんな見てない、見なきゃ。ママが見とったような気がする。ケイチさんの似顔良かったよ。あー、ありがとうございます。ちょっとあれはね、今日はコンサートお疲れ様のお買い物を行ってきたんです。昨日からあやみちゃんのファンになりました。ありがとうございます。みさきさん、ありがとうございます。覚えますね。ライブ2日間見に行ったよ。ありがとうございます。どうでしたか？もうなんかリクワとかも、そう、私の好きな曲がね、上位に入っ10位以内に入っててよかったです。なんか買ってもらえた。はい、いっぱい買ってもらったんで、ちょっと紹介しようかなみたいなね。はいはい、ちょっとわさわさ鳴ってます、下で。ジュゴンよかったね。うん、めっちゃ嬉しかった。待ってくださいね。ここに何が、あ、これもあるわ。これと、今日めっちゃ買ってもらったんですよ。嬉しいですね。あ、これ最後かな。 OK。 まあお洋服もあるんですけど、それはまた今度。そうです、おやつです。なんか駄菓子屋があったんで、なんか NNB グッズ、 NNB グッズではないんです。はいまずは、まずはまずは、ちょ、今日はランダムをいっぱい買ったんですけど、これね、まずこれを一つ買ったら、なんと推しの戸賀恵美子ちゃんが出ました。これね、めっちゃ可愛くないですか。あゆみの好きなシーン、あゆみのシーンがここに載ってるんですけど、可愛い、はい、可愛いので、まさきに紹介しました。闇をしたい、絵をしてく、欲しいです。そう、ケイチさんと会ったんですけど、ミルルさんが卒業しはってから絶対一期生さんと会えないと思ってたから、ミルルさんにも会えて、ケイチさんにも会えて、やばかったです。めっちゃ嬉しい。あとはこのくろみちゃんのステッカーですね。まだまだあるんですけど、くろみちゃんのステッカー、これ
マイメロのやつはクロミちゃんの人形をマイメロが持ってるんです。これはクロミちゃんがマイメロの人形を持ってます。お互いがお互いを持ってるんです。どこに貼る？これは携帯の裏とかにね挟みます。今ねこの子とこの子を挟んでるんですけど、ちょっとまあ日によって変えようかなって思ったり。フットスプーンコラボカフェコースター、あゆみちゃん弾けたよ、すごい、ありがとうございますそして、まあ、今日はいっぱいガチャガチャを引きました。4つぐらい引きました。でこれ開かない、どうやって開けるの、爪割れそう、ええちょっとん買った、開いた、えいはい、まず1個目、推しのカズドラくんです。かわいい、ポップ気に入ってなってる。よいしょよいしょ、あゆみちゃんはサンリオキャラクターで何が好きなの？クロミちゃんが一番好きです。はい。最高に下品な私の時、ひな壇にこじりんかちおたがいた。はい、いましたね。ちょっとあれはほんまにやばかったんです。ほんまに。よいしょ。服衣装がやばい、よいしょ、でもう一個で、まあ1回目このガチャガチャを引いてナイキーが出ました。かわいい。で2回目引いてカズトラが出ました。ここにね名前が書いてるんですよ。よし、カズトラってで、こっちはえない、マイキー、おー、ワイがついてる最後に、なんか逆じゃない、いいって、E が逆に書かれてる、なんでやろ、よいしょはい、バジカズ、バジカズですか、バジカズはね、まあでもバジカズ結構好きです。バジトリオっていうね、バジトリオっていうカズトラチフユバジくんのやつも好きです。でまた違うガチャガチャでも出ました。かわいい。コメントも読んでいきますね。スターワースワンボット1までと、本当におめでとうございます。なんかね自分も嬉しくなっちゃいました。隅の若菜さんが
でもちょっと夢逃げヨガにいいのも悔しいですし、タイムボムが3位なのも悔しいです。謎に自分が、あ、落ちちゃった。絶対開け方間違える。ちょっと肩、これトリベ、実写トリベ2見たの、まだ見てないんです。見たいんですけどね。ただお母さんは見ないって言って一人で一家するのもあれやからって言って、ちょっとお探し中なんです。今一番最初につけ、すごすごいすごい、おめでとうございます。シオゾンの詩人見えただけで十分です。歌えた曲めっちゃ嬉しい。あれ歌えたの。あとさ、ゴミ箱欲しいな。あ、ここに袋があったら、多分いらないものを入れていこう。はい、お米はこれです。3つや、かわいい。麦ちゃん寝てるかな。麦ちゃん寝てるかも。なんかね、いないのどこに行ったんだろう、あの子は。それで4つ目が、ちふゆ、うわ、落ちちゃった。ちふゆ、あやみにとてもお話ししたいマンです。嬉しいです、ありがとうございます。アニメ好きです。アニメ好きですね。結構これみんなで寝てるんですよ。なんか寝てるやつをのガチャガチャを回して、このちふゆがめっちゃ可愛いんですよ。猫と一緒に寝ててね。何してるの、開封の儀。そうですね、なんか今日の買ったもの紹介です。今日はお買い物に行ってきました。和治さんが出てね、あ、これも和治冬が揃ったんです。もうな、かわいい、かわいいです。これ猫と寝てる和治冬もかわいい。本読みながら寝てます。この方完璧。そう、この2人が揃ったので完璧なのに、さらにね、和治トリオなんですよ。もうこれやばい。でこれはちょっとバジーさんを真ん中にしないと。なんかこれがめっちゃ可愛いんです。このなんていうの、寝てるやつがめっちゃ可愛い。
タカフシはどこに、あ、あった。ガチャガチャで奇跡見つれた僕を慰め、褒めて、慰めて、どっちだろう。てか、なんか逆にすごいですね。3つも出たんや。いや、どっちもカズトラくんが出ました。初めて配信来たけど、あみちゃんやっぱめちゃくちゃ美人さんやん。ありがとうございます。やった、嬉しい。アニメグッズだけなん？そんなないですけど結構ありますよ。なんていうの、フィギュアとかアクスタとかはそんなになくて、ステッカーとかが結構あります。びっくりした。あ、もう麦ちゃん動いた。ちょっとうるさいな。うるさいわ。3分以内に帰ってこれるから止まった。ピンポン来た。ウーバーかコンビニかポテト来たか。誰か来たよ。誰？正直 NLB 少し入ったけどやめちゃおしてみようと。それも大ありがとうございます。嬉しい。 NLB 押してください。ありがとうございます。入店、入店。あみたん来たか。そしたらくるくる連絡が来ます。急に来られても。めちゃんがまよるちゃんを嫌がる理由何か知ってる？なんかね、アニメ見てないかわかんないんですけどね、めっちゃまよるちゃんに嫌味のない嫌なことをされ続けたのに、まよるちゃんは嫌なんかわざとじゃないからみたいな話は知ってます。話がずれてた。これ見てください。これね、知ってますか？これなんか琥珀糖やったっけねって読むんかな。そう、外がカリカリで中にちょっとゼリーみたいなのが入ってるんです。可愛くないです。美味しいですか。なんで可愛いって言ったんやろ。可愛いんですけど、色とかね、うん、あとはロックキャンディーです。いちご味。そう、これね全然どこにも売ってなくて、見つけた瞬間買うってなって。よしよし、何もよしやる。いや、くるみちゃんが恋してるからだよ。まゆめろちゃんにですかって話ですか。あー、かわいい。ツンデレちゃんなんですね。甘いの好き、甘いの大好きです。やばい、アラフィフが。まあ、そしてまだね、ランダムはたくさん買ったんですけど、どうやって開けんのこれ。
さっき開けたのに開け方がわからない。え？どうやって開けたっけこれ。み、一回貼ったんか。違った。これ。ランダムのものを立てれるやつなんですけど、はい、なんと1個買ったらトガちゃんが出ました。この前似たようなやつのトガちゃんを買っ、あ、トガちゃんじゃない、似たようなやつのランダムを買ってまたトガちゃんが出て、これでもトガちゃんが出て、もう嬉しい嬉しい。トガちゃんが大好き。最近ちょっとトガちゃんが私のとこに来てくれるようになりました。どうやって立てるの。え、これだけ。え、じゃないよね。どこに刺すのが正解なの。わからない。とどろきくんはこのね中には入ってないんです。火が強い。ほんと嬉しい。どうやってつけるのこれ。こうか、あ、こうか。ん、ん、絶対に違うな。でも、え、でも絶対置くだけではなさ、置くだけもしかして、あ、あった、見つけた見つけた。刺すとこ見つけたよ。これはめっちゃ隠れんぼしてる。絶対わかんないでしょ。画質あれか、なんかね、この機械の内側に穴があるんですよ。わかりにくい。よいしょ。交差、それでなんかこことかにも、ここに指やアクセサリーをかけるらしいです。これはヒロアカのトガちゃんです。立体機能装置じゃないんですけど、なんかねヒューって出てさせるやつです。なんて言うんですかね。でもすごい装置。それこれもガチャガチャ。これはこれです。買いました。アニメ対応の時イキイキしてるな。嘘。そうですか。好きなものだからですかね。ちょっとここ綺麗にしよう。この子も出してあげよう。ガムとかついてないですね、これは。よし。今のアニメが好きな呪術廻戦とヒロアカとトリベですかね、好きなアニメは。あとワンピースもね好きです。9日の公演頑張ってね。ありがとうございます。久しぶりの公演だな。あ、これもねゲットしました。クロミちゃんのなんかね、アクスタにもなるしアクキーにもなるっていうやつです。すごくないですかこれ。よいしょ。あ、なんかね、そう、他のアニメも見たいんですけどね、ちょっとあみ一回他のアニメ見たら絶対途中でやめてしまう自信があるんで、今まだ
全部見切れてないので、全部まだちょっと他のアニメはまだ見ないです。お疲れさん、ありがとう。靴ありがとう。いいのあった？うん、よかった。これはママの、うん、あれ、いいのはどんなの？ただいま。さっきグッドスプーンでアイピーのマドラー引いたから生徒さんにあげたいやつ、ね、持ってます。持ってました。持ってます。あ、おかえりなさい。やってただいま。これでした。バンズちょっと、あ、商品名ちょっと見せんかったら OK。 ここならギリギリ、ここならギリギリ。ちょっとこのマークを見せたら絶対にあかんかな。え、かわいい。これやろう。しかももう中に入ってんねんて。え、お前入ってる。かわいい。ほぼ見えてん。え、どこに？え、じゃあ三本線でも。ああ。丸見え。うん。完全なロゴは出てないから。のトニーから。うん、そう。レッスンシューズ。お母さんはやっぱ何投票、スワンボートに投票したんですか。ママ投票何した？歩み逃げです。歩み逃げだそうです。ママが聞きたいのは歩み逃げです。でも2位で聞けたやん。うん、そうだね。エイディダス、エイディダス、そう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 、エイディダス、エイディダスです。ちょっと机に並べてるんですグッズを。あ、これ紹介してないな。もう全部開けたの？開けたけど紹介してないやつある。あ、それもちょっと これは推しが出なかったんですけど、これとレックです。これめっちゃかっこいい。はい。あ、そう、ありがとう。これのレックとこれです。でっかいキーホルダーの敵のボス、しがらき。レッスン靴なニューバランスがいいんじゃないやって。ニューバランスってあの N のやつ？あ、また言っちゃった。ニューバランスそう、 N。 え、なんかね、U のはいいらしい。チーム N、 チーム N の N や。 U のはいいらしいよ。なんか見せたらダメやった気がする。え、じゃあこの靴も見せたらあかんってこと？うん。あ、見たか、あれアディダあの靴のロゴ見えへんようにした。あー、爆豪好き、爆豪好きです。じゃあこの靴のロゴ隠して。ロゴって、あ、後ろのやつ。え、じゃあどこ隠したらいい？それロゴなん？ロゴっていうか、なんかちょこのやつの象徴。あ、そう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 象徴これです。もう丸、わかるわかる。これです。わかりやすい。穴が開いたのでこれにしました。同じの、同じの。ママ、あゆみも一緒。はい、ママの買った靴。そう、雨の日にも終わるから買いました。はい、ありがとうございます。かわいい。あやぴょん、あやぴょんさんと一緒なんやって。え、嘘。ささぴょん？ささ、ささ、違う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 よ。大阪からぴょんとやってきた。ささぴょん。
チリに戻ります。はい、戻ってください。もうご飯作っていいの？うん。お腹はまあまあまあ食べれるよ。そしてクリアビジュアルポスターですね。これはい、またまたデク君と信楽です。もうやっと手を外してくれたね。なんか覚醒した時の。でこのトガちゃんがめっちゃ可愛いんですけど、はい、出なかった。ミルコさんもめっちゃ可愛すぎる。ということで飾ります。まあでもなんかママが叫んでる。ど、なに、なに、なんか言った？え、ママ、うん、タオルがないなって言った。ああ、ああ、そしてこの量の駄菓子屋を買、駄菓子屋じゃない、駄菓子を買いました。でお洋服って見せてもいい？いいんじゃない？いいか、いいよいいよ。えライブの話はしないの？後でなんかねちょくちょくしてるよ今アニオタプラスドルオタ。そうですね、ドルオタっていうかナンバオタやった。ナンバ、アイドル全般ではないかも。なんかけた、まあ、ママのこれあげる、ありがとう。まず1個目。え、そういうのは見せていいん？いいんじゃない。そうだ、これがうまい棒して、うん、これです。あ、じゃあ分かった、あやみじゃんけんしよう。いいよ。これ映ってる？このこれ映ってない。あ、映ってた。いくよ。じゃんけんぽい。あいこでしょ、でしょ、あいあいこでしょ、はい、こうでしょ、わかったっていうやつやつで、これで配信後じゃんけんしようかなって思ってぐるぐる回ってるはい、でちょっと直していこう。それはご飯後に食べますよ。これ で傘のチョコです。いちごチョコと普通のミルクチョコ、パラソルチョコレートらしいです。じゃんけん中身なんなの？中身ね、わかんないですけど、わかんない。売ってたかもね。どうしよう、クリームパンみたいなの売ってたら。あ、ラムネ。みーちゃん、今日はこれはほとんどね自分の小遣いじゃないんです。ほとんどっていうか、うん、ほとんど小遣いじゃない。ママが買ってくれたり、うん、何も紹介せずに中入ってた。売ってた、売ってたよ。やって映ってたって。はい、これをかけ2です。はい、そしてめっちゃ美味しい。そしてまあこんにゃくゼリー、長い、アミノ化より長い。で練り飴、
2個じゃ足り、それはそう、やばい、本当にめっちゃ好きなんですこれ。これでこれが餅太郎、餅太郎です。じゃあ駄菓子好き、駄菓子好きです。あやみ、魔剣グミ、グレープ味とサッカースクラッチ、ラムネ、でラムネボトルのソーダ味のグミです。あとはベースボール DE ゼリー、グレープ味、なんかねゼリー美味しそうだったな。アベンジャーズちゃん可愛かった、よかったです。なんかねあれ私たち知らなかったんです、なんて名前か、なんか名前を決めたらってのは話してたんですけど、その時にアベンジャーズ、駄菓子しか勝たん、駄菓子しか勝たんです、本当に駄菓子めっちゃ好きです。あ、そしてアンパンマンチョコ売ってたんで買いました。私の大好きなコキンちゃんは出るのかな。5円チョコは10円パンに時代は変わる、ね、10円パンめっちゃ高いです。グミです。キャベツ太郎、キャベツ太郎、え、なんかカエル乗ってるやつですか。10円パン、10円って言ってるのに。おやつ300円、おやつは300円じゃないですね、なんか好きなのかいって。アンパンマン好きなの、なんていうのかね、アンパンマンは見てないんですけど、まあ、アンパンマンの中ではコキンちゃんが好きです。あと10個受け取ってありがとうございます。柳さん、あ、待って、ちょっと読もうこれを。柳さん、うわ、金のだるま、金、あ、ありがとうございます。レイさん、ゴールドのハートありがとうございます。ゆべべさん、うまスタンプありがとうございます。もちゅさん、かわいいスタンプありがとうございます。おでんさん、うまスタンプありがとうございます。ヤギさん、ハートたくさんありがとうございます。マッチさん、ハートたくさんありがとうございます。コンサート2日間お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、ともちんさん、あ、ナッコールドダルマ10個ありがとうございます。ハラカラさん、ハート、ゴールドハートありがとうございます。なんか今日めっちゃゴールドなんですけど、こんなゴールドですか。波に優しくするよりキスをして歌ってほしいな。波もやりたいです、あれめっちゃ可愛い。ちょっと今日晩ご飯聞くですね、大声でママ呼びます。ママー、
食えへんか。ゴールデンウィーク、あ、ゴールデンウィークやからか。だからゴールデンなんか。はーい。遅い、ちょっと。今日晩ご飯何？今日は生姜焼き。あ、言ってたな。生姜焼きかっこご飯炊き忘れ。あ、今から炊きます。30分ぐらいかかる。そう、じゃあ琥珀糖1個食べていい？なんで？琥珀糖1個食べ、なんか駄菓子1個食べていい？やった。じゃあこれ食べよう。これは食べます。よし。え、あ、そういう感じか。思ってたのと違うかった。みたい。あの一いただきます。チョコレート、何を想像してたの。なんかね、全部いちごかと思った。混ざってた。外側のペコちゃんの笑顔でやめた。なんかこれかわいい、おしゃれ女子みたいなちょっと感じの。開け方下手すぎてさ、ビリビリになっちゃった。おいしい、おいしい、おいしいね。全部いちごチョコかと思ってたけど、普通のチョコも混ざってた。ママが歌ってる。もう一個の方どないがある。もう一個の方もなんかこんな、机の上なのでセーフですか。床は机綺麗なんでいけます。結構優しくするよりキスをして歌ってた。全部暴露。優しくするよ。何？ママがわって言ってる。たぶんあやみたんっていうのはどうだろう。あやみたん、あやみたん、あやみたんってどう？呼び名かわいい、かわいいやって。ママがお米さ、ジャバって入れる回数聞こえてた。え、なにそれ。お米をさ、炊飯器にさ、うん、お米を入れてたらさ、
思ってない、多分多分そのことで知られたと思う。今言ったことでそれがバレたと思う。ちょっとパッと寮見に行くわ。ごめん。2号でした多分。どうしよう、カッチカチのご飯できたら。2号。うん。オッケー。ママさんおちょこちょい、おちょこちょいかも。でもたまにやる、何号入れたっけってなる。急速炊飯。ねえねえ、さっき誰かピンポンって来たよ。なんか郵便呼んでた。郵便屋さんが来てた、ランプ代表が入ってた。ああ、郵便さん、郵便さん、郵便さんみたい。郵便さん、郵便さん、なんか省略しすぎた。郵便さん、郵便さん来るかな。なんかね、噛んだりいろいろ省略したりしたら郵便さんになりました。いちご味とグレープ味、いいよ、かわいい。あ、ユーミン屋さん、ユーミン屋さん、ユーミンさん屋さんになっちゃった。何してるんやろユーミン屋さんって。なんか可愛いのにさ甘いってすごいよね、美味しいって。なんか、うん、作った人すごい。あ、見てこれ可愛くないですか。ゲットしました。これも可愛い。ちょっと色薄いのがまた可愛いです。な、全然映ってないね。顔が上がる。かわいい。かわいいよ。かわいい。横上に、膝の上に。で、今日ちょっと文房具を買ったんですよね。そういえば修正テープ持ってないじゃんってなって、じゃじゃん、クロミちゃんの修正テープを買いました。かわいいね。これなんか詰め替えができるやつで、なくなったら入れれるみたいなやつです。そして、うん、紫のハサミというね、ちっちゃいコンパクトなハサミです。こうやって開ける、あ、これか。お、来た。
文房具を紫系に添えてて、文房具はもうキャラクターはクロミちゃん以外は使わないって決めてるんです。ちょっとタグ切りますね。いや本気です、クロミちゃんで、かわいい。クロミサンタ推し、クロミサンタ推しだね。サンリオだったら、確かにサンリオのグッズはクロミちゃんしかないかも。楽器聴きたい、楽器聴きたい、楽器こう。横にギターがありますが弾けませんの、はい、あっまただ消えちゃった。あっ立たなくなっちゃった。頑張っちが、まあ、ヘアバンドも買ってもらいました。くるみちゃん、じゃじゃん。ちょっと今はやめておきましょう。めっちゃ可愛くないですか、ふわふわ。しかもこれで1000円って安いですかね。想像以上に買い物してたね。そうですね、自分でもこんな買い物したの初めてかもしれないです。かわいい、ぽちゃっこし、あーぽちゃっこ、ぽちゃっこ、あのワンちゃんですよね。でも可愛いですよね。で、まあ、まだ残ってるんです、買ったものはね。お洋服が残ってるんですけど、今日たまにこれよいしょ、卒業したとは言ったものの可愛くて買っちゃいました。ラブラブなんて、ラブなんとか。まず1着目、これはレッスン着なんですけど、リコーダー、リコーダーあれ出していいんかな、学校から配布されてるやつやけど、みんな一緒かな。うわめっちゃ手かけちゃった。はい、なんかこれの上にねこれを着るんですけど、レッスンの時に涼しそうだなって思って、目が見える。ヤッホーで、なんか可愛いなと思って買いました。色は白とかあったんですけど黒にしました。絶対この色の方が良かったやつや、これレッスンギーラに入れときましょう。麦が出てきたよ、出てきた。雨やめ、
アミアヤミ、なんかアミとアヤミみたい。まあ続いてはちょっと大人っぽい服です。まずこれの上になんか白い線の入ってる T シャツの上にこれを着るんです。で後ろがリボン結びができるようになってて、めっちゃ可愛くてこれ買ってもらいました。よいしょ。で下にはこれを着ます。逆です、これです。これなんかねズボンになってるんです。スカートみたいでズボンなんです。マギー、マギちゃんどっか行っちゃった。でまたまたレッスン着、これの上にこのねちょっと短いこれを着て、あ、おった隠れてた、マギちゃん着てみないの。見ないの。あ、そうですか。見たかった。下はこのなんかズボンです。ここが締めれたりするやつ、これめっちゃ可愛くて買いました。むぎちゃん、むぎちゃん泣いてよ。でこれがダメージパンツっていうの、穴が開いてるパンツです。でここがこのね足の足先の部分がパカって開いてる、なんかで裾がでかい開いてる。むぎむぎ、ね、泣いてくれない。そして6000円以上お買い上げの方にプレゼント、カバン巾着ハンカチです。4着か、1、2、3、4着入ってもらいました。これはとりあえずタンスに直しましょう後で。今はとりあえず袋の中にしまっておきます。でこの配信が終わったら片付けますね。今日買ったものかな。よし、あ、これ今日レッスン着を2着買ってもらったので、それでレッスンを頑張りたいと思います。食べてみよう、どっちがいいかな。でちっちゃいの、おいしい。ぶどうめっちゃおいしい。これガンバレッスンすごい。あれ、これ1個ブドウが多かったんや。音聞こえましたか。違うかな。そうですね、なんか
紫がグレープでピンクがいちごです。今日はお塩を眺めながらご飯を食べるとします。でもこの子たちは皮をあとなんか見てください。あのかりんとうです。はちみつ神社っていう原材分量に生姜が入ってかりんとうです。美味しそう。そしてそうです、推しはかりんさんです。あ、これかりんとうじゃなかったです。かりんとでした。かりんとうじゃないんだ。来週火曜の休憩公演はあゆみちゃん出るから当選したら友達と行くよ。ありがとうございます。待ってます。どうしたの？一回この前勉強した後の残ってるんが消しカスが残ってるので捨てましょう。OK です。これで綺麗になりました。麦ちゃん、麦宿題が進んだの。まあ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 、でもねそんな多くなかったんですよ宿題。プリント3枚ぐらい。なんや麦、気になったんか。おいで麦。来てくれない。麦麦麦の他のものが気になってますね。麦ちゃん今日買ったものとか結構気になってる。初めて見るやつやから。筆箱に直そう。近くにリュックがあるのでね。よいしょよいしょ。なんか日がさついてきた。私は忘れてた。ああ、シューティテープどこに入れよう。ハサミはとりあえず空なんだけど、空のシャーシーであるんだけど。麦ダンボールや紙袋に入らないですね。でもダンボールはめっちゃガジガジしてます。ね、あゆみちゃんが一番、木永瀬ちゃんが一番好きなシングル。あゆみが好きなシングルですか。あゆみが好きなシングルか、なんやろ。
欲望ものとかかな。欲望もかっこよくて好き。 MV とかもめっちゃかっこよくて好きです。で、はい、リュックにはここにかりんさんがいるんです。はい、すごくないですか、これめっちゃ可愛い。リュックにかりんさんがついていて、はい、おたばやもしてますよ。フットスプーン、これママがねちょっとくれました。黒猫さんもかわいい。黒猫さんかわいいですね。あれはね友達にもらったんです。自分のはママがつけてるわ。カバンにナミはかりんさんのつけて、ママはあやみのつけてる。昨日昼ライブの後にグスプリットを何食べたんですか。ママご飯食べた、ご飯炊けた。ご飯炊けた？まだ。ご飯炊けてない。何分あと？あと9分。あと9分。ご飯早だけでも30分ぐらいかかる。うん。30分ぐらいかかる。うん。よいしょ。お腹すいたや。あやみの待ち受け画像、あやみの待ち受け画像、クロミちゃんですよ。そう、なんかね日によって変えてるんですよ。今はクロミちゃんで、前はももかさん、朝ももかさんでした。でもたまに朝ももかさんにしたり、クロミちゃんに戻したりしてます。ほんまにめっちゃコロコロ変わってる。なんかね、昨日無理かわで虫のバラードが好きになったんですよ。渚さんの声がめっちゃよくて、でなんか歌詞も好きで、渚さんの声もめっちゃよくて、虫のバラード好きになりました。なんかずっと頭に残ってるんです。でサビじゃなくてなんかサビ前ぐらいがめっちゃ残ってます。前もう早くしないとあやみがもっと食べちゃうお菓子を。ひな壇で見てなかったです。なんか
裏で見てました裏で聞いてました。不毛の土地を満開にのちょっと前だったんで裏で聞いてましたよ。私のブラード秋元さやかさんのやつ見てみて。また見ときますね。なんかいいんですか？ゆかたんのソロ、ゆかたんのソロもうめっちゃ可愛かったです。リハの時からもうキューキューみんなでめっちゃ可愛いって言ってやばかったです。ガインちゃんのソロ曲も歌うもよきスタイルもよき配信越しにすごってなった。あれは心の内で叫んでましたよ。あのひな壇で叫んでました。心の中でめっちゃカリサってなってました。あーやばい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 よってなってました。ほんまにオタクで出た。シバラの折り目、おーすごい。みなだんて狭くなかったよね。なんか狭かったですね。なんかちょっと落ちないかなって怖かった。歩きランキが入ってなかったの意外やった。中に入ってそう。でももしあったら誰がやってたんやろ。かなもし優しくするよりキスをしてがなくてワルキーやったらワルキーユカタンやってたのかな。9分って長いね。ユカタンの優しくするキスをして感動した音おそうです。確かにおおそうめっちゃ可愛かった。レイポンのワルキー見たかった。あー見たい見たい。それは見たい。で独占権、独占権みたいね。アミキーとアヤキー二人で悪気。シンシン、ゆうちゃんあたり、あー確かにシンシンさんやってほしいな。見たい。みゆさんも見たい。むぎちゃん私の宿で遊ばないでもらっていいですか。ハルキー入ってたらミルキー来てくれてたかな。あー確かに来てほしい。でもそれやばいかも。泣いてるかもめっちゃ。ミルさんも来て、ケイさんも、ケイチさんも来てくれて、ウィルキーさんも来てくれて、やばいね。ウィルキーさんとは話したことはないですね。会ったことがないかも。ある。ある。うん。なんか会いたいって思って会ったんじゃなくて会えたですね。ミルルさんの卒コンで、ミルルさんの卒コン何やったっけ、何の曲で通ったっけな。でもミルルさんの卒コンのさやかさんがめっちゃかっこよかった。二人でバードやってたやつ、あれはほんまに泣いたよ、ママと。
やあーやってたね、あかりんさんと。そうキスで、あ、むぎちゃんが泣いてる。1周年コンサートでやってくれとった曲を結構やってくれてた1期生さんたちが。にゃーにゃー、麦が泣いてますわ。聞こえましたか。炊けたよ。炊きたてご飯だ。嬉しいね。もぐもぐ配信開始です。出なかったくしゃみ。暑いから気をつけて。確かに暑い。おーそれ、はーい、ちいぼけな、ちいぼけな、俺はダンサブル、かっこよかった、やばかったあれ、ほんまに。あの、私の斜め後ろにゆみさん座ってたんです。ひな壇に隠れてました。んでもかりんさんがさ、めっちゃ早くにもうパパパーって着替えて途中からジャンプで出てきたの、めっちゃかっこいい。はじめ3人でやってて、途中からかりんさんボーンってもうあれめっちゃね好きなんですよね。あの、私の、まあ連絡を取るメッセージの背景画像がダンサブルの、ダンサブルさんの優しさの稲妻のMV で、なんか背景画像を動画にできる、動画にすることもできて、優しさの稲妻の MV を動画にしてるんです。がその優しさの稲妻の MV が一人一人が縦に映ってるから、このちょうどいいをちょうどよく映るんですよ。全員がパッて映る場面がそんななくて、一人一人一人が縦に映るから、めっちゃ MV の背景画像にしやすいんです。ちゃんと全員映るんです。うっかさん、ゆうみさん、かりんさん、なのほさん、あずまゆきさん、全部映ります。
ちご飯待ちです。ご飯待ち、ご飯待ち、ご飯待ち聞こえてない。ご飯待ち、ご飯待ち、ちょっと待って友達なんで急に急にリクワでもなかった、とどろけでもなかった曲を歌い始めました。友達やばい。何してる、あやみが、ママがか、ああそういうことね。ママが友達って言ったから友達を歌い始めたのか。ごめんなさい、充電をします。あと 10% しかなかった。あ、笹岡さん結構急に歌い出す。めっちゃ急に歌い出しますね。えってなります。安心した。だそうです。美味しそうだそうです。何やってんの麦？やめて。朝なんといて。やめて。あやみの。これもあやみの。ダメ。麦ちゃんがあのガチャガチャのカプセルに反応してる遊んでる。カラフルだね。今ちゃんと言えるうん今回のライブで何曲覚えた？今日の今回はすごい、そう何やったっけな、22曲ぐらいかな。え待って、マギちゃん明日誕生日、ありがとう。お前忘れた、忘れないで。5歳か、ありがとう。美味しそう。怖い。はい、ありがとう。定食やほんまの美味しそうです。ほんまの定食が、うちの生姜焼き特殊やから茶虫来た。ん？特殊？うん、何が？あやみって普通の生姜焼き知ってる？分かんない。普通はなんかお肉ドーンみたいな、へーじゃないよって。うちの生姜焼きこれが普通じゃないの？そうやで。えぇ、そうやと思って育ってるやろなと思う。えぇ、これがうちの生姜焼きです。あやみの家のこれが普通かと思ってた。そして何だっけ、茶虫うちの生姜焼きもそんな感じ。一緒だ。じゃいただきます。あと30分しか配信できないんでダッシュですね。いただきます。うちもそれ結構これのお家多いんやね。
味噌汁さんちょっと抜いてもらって移動です、移動。いただきます。トマト、取ったね、ありがとう。ここ食べるの？うん、いいよ、食べよ。ここ食べる。母が食べてくれるってお迎えで。ベジファースト。茶碗蒸しの中身は見せたらあかんで。はい。いただきます。うん、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 何が？おいしい、生姜焼き。うん、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 お皿がつい、二人とも黙ってんのめっちゃおもろい。ママが必死にコメントを読んでくれてるのかな。これってさ、あゆみのとこに出るコメントと同じタイミングだの。うん、多分ね。うん、ママコンサートで一番盛り上がってる曲なんですか。うま、うわ、一緒。あ、一緒。うん、そう、なにジュゴン、それはじゃああんたやん、ジュゴンはあやみやん。ブログめっちゃおもろかってんけど、なんか、うん、ジュゴンはジュゴンに投票してくださった方ありがとうございましたみたいな感じで、自分のジュゴンみたいに言っててめっちゃ面白かった。一番なかったのは、でもほんまに初日のとどろきはマジママあやみがおる瞬間から9時までずっと泣いてた。終わるまで、あやみが吐けるっていうのはね、9時までずっと泣いてた。おもろ、なんか声出して泣いてた。ね、どんどんなんかうわってなってた。でも難しい、あのさ、ユリイカの、なんかピョン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 、ショ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 みたいな、トン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 、ポン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 みたいな。新しい振りあれ、僕らのドン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 、カノンね、カノンっていうの、順番にあれあれ、うわーってなったし、あれあれめっちゃやったよ、あれめっちゃよかったよ。でも17人全員のジェネレーションチェンジも、もうおえつ、17人全員はなんかもう熱いよね。公演では10人でしかやれへんから、いやそう、なんかやっぱ9期生17人みたいな、うん、ママキーに弱いんよ。なんか何の曲やったらキーごとに歌って、決勝じゃなくて、時は経って始めるじゃない、じゃあ、え、そうかな、え、じゃあ、なんか前2期、3期、あ4期結構前にやったやつ、ドラニーみたいな、結構前にやったやつ、集まってるやつ、え、昨日ぐらい、昨日？あ、でも5期は、5期はあれでやってたわ、好きになってごめんなさい言ってた5期生さんは、あ、3人だろ、じゃあそうじゃなくて、みんなでおるときに、最初2期で固まってこう、なんか三日月の背中とかで言うと、あ、2期移って、3期移って、4期が固まってみたいな、何の歌やったっけちょっと忘れちゃったけど、うん、だキーが、
何期生の絆みたいなのにちょっと弱くて、9期生大好き9期生ほんまね、17人の全然最高でしたよね、うん、ね。でも16人に戻って、公演がさ16人に戻って1人出られへんみたいなのめちゃくちゃ、うん、悲しくない？なんか10人の方がさ余計に悲しいよな、うん、その人になったらどうする悲しい。みんなで出てほしいな。三日月、ほら三日月の背中やってやっぱ、うん、え、そうジェネちゃんの悩みもいつももうめっちゃ変なチョコやのに、うん、なんかめっちゃかっこよくなってた、なんか綺麗が増してた、いつもほんま変なチョコねえ皆さんねえ皆さんやめてねえ変なチョコですよね。うん、かっこよかったな。あれもよかったし、うん、やろ、だってだってだってとか、あ、エシダルやなきゃ踊ってた？踊ってないか。踊って出られへん。あ、そうか。ね、ほんまに届るけ。なかった確かに想像の主人キウキめっちゃ映っててめっちゃ重かった、うん、歌い始めもキウキから映るんかいみたいな2人が映って歌ってるとこからちゃうんかいってなった、うん、びっくりした。え、ママ見てここに麦おる。どこ？机の下。え、かわいい。なんかよかった、ね、で下にあったらさ水みたいなのついてさ、麦の鼻が、麦の鼻に当たった。高速移動すごかったって確かあの不毛の時さ、うん、左側おったのにさガラガラそれやばい。あれ本当はな、右側におってめっちゃおもろかった。めっちゃ走らされるやん。あれセンター側に行ってそっから、うん、なんかそっからめっちゃ走ってた。あの行ってたんけど本当は、うん、もうちょっと端っこからめっちゃ端っこ行っとって、うん、まあのこれオリジナルどうなってんのってなって変えてもらった。立ち位置不毛やんな。そう、不毛めっちゃ高速移動。あとなんかひな壇でさあゆみがさこう手上げたりとかしてるって、うん、なんかそれ見てなんか横におったのになみたいな、なんかか嬉しいような寂しいような、もう一緒に NMB に行くことは見に行くことはないんかはぁってなった嬉しいような、寂しいような。横で今までワイワイしとったのに。そう。向こう側に行った。やめて、なんか怖い。なんで？なんか寂しいやん。あ、もうひな壇に来た。そっちか。あれが戻ってほしいじゃなくて。あとさ、なんかさ、ママわかった。一個さ。ん？ずっと。ん？あゆみの卒コンママ出たいって言ってずっと断られてるやん。うん。であゆみの卒コンだからハートの独占権とか禁じられた2人とかが嫌ってことやろ。嫌？一緒に出たくないってことやろ。えぐり欲しくない。間違いない。いや分かった。だからママはあゆみ卒コンで夢は逃げないして、うん、で最後ママ頑張ったねっていう頑張ったねって言おうと思った昨日ママの録音するの。うん、そう、うちが会場に行くあゆみの卒業コンサートの会場にいて、うん、じゃあ鍵穴のとこで頑張ったね。夢が逃げないあゆみが旧期生たちと踊って、うん、最後にママが頑張ったねっていう決めた決めらんといて勝手に勝手に決めらんといてもらっていい。あゆみがオッケーしても絶対いけるとは限らへんのよ。あかんか。しかも12年後以上やろ。12年後以上あかんか。じゃあまたちょっと考えるわ。うん、考えくていい。考えくていいよ。楽しかったコンサート。3つ、あゆみさんはどの曲が一番難しかったですか？難しかった、うん、
あれは早逆棒の前のダンスよ。あれね、あれ休憩で勝手に名前つけたから。なんでハロウィン、ハロウィン、うん、なんでなんか怖いから怖いよ音楽が怖かったから。なんか初めゆみさんが出てきた頃に、うん、風の音がヒューヒューしてたから、うん、なんかホラーゲーム、ホラー映画でありそうやなってなって、あでハロウィンって名付けたん、うん、それって公認なん他のメンバーは。うん、休憩だけ、休憩だけ休憩で完全にハロウィンって言ってるから。ラストでかりんちゃんがあやみちゃん目でてくれてたんで、あー、うん、やばかった。もううわーってなってた、うん、その時ママあやみまで歌いながら歌いながらここがやばかったもん。あやみまであやみもあやみかいやーって言ってた。声に出しとったら声枯れてるレベルに叫んどって、やばかった。もう優しい。なんかあれは立ち位置フリーなんやろ、どこ行ってもいいんやろ、うん、めっちゃフリー。フリーって言われた方がさ迷うような、なんかどこ、え、うん、うろちょろしてて、あ、あうろちょろしてんなと思ってたら、うん、かりんちゃんがこっちこっちって、うん、ポンポンってはぁはぁはぁってなった。あれ亀子じゃないからな、大好き。そうやんな、亀子じゃなかった、かりんちゃん大好き、根元からでしょ、うん、大好き。友達がダンのことドンって言ってお兄ちゃんと同じ持ち返してて笑う。あれもずっとドンって言ってたんな、うん、うん、ボーの今ドネかと思ってた。ドネ、うん、ドネな、うん、初めて見た時、初めて見た時は、うん、ドネっていう曲名かと思った。でボーと思った。違う、それはなんか、あ、ボーはもっと前、ドン、ダン、ダンが、うん、ダンがなんかうっすら覚えてたんやけど、うん、頭文字がなんか B みたいな形だったなって思って、うん、B にしてその後がなんか O あった気がするってなって O にしてそれにした。ボー、ボー、うろちょろキョロキョロしてる姿良かったですほんまですかいやなんか頑張れってなる、その姿いいんだよ、行って前に行っていいんだよ、アピールしていいんだよ、頑張れってなった。うん、46分で、うん、多いご飯、うん、え、多いかなと思ってんけど、でもあとご飯一口サイズに対して生姜焼きの割合が多いわ。ご飯をおかわりしなくしないといけなくなるってこと？だけど、そうだけどそれは食べきれない。それは危ないです。初見ですのやつとかもう読んでないやろあやみもはや。ん？初見ですとか、まあ代わりにも。ママ、ね、だってあやみもぐもぐしてるから、うん、犬姫ちゃんさん初見です、ありがとうございます、ありがとうございます。秋秀さん初見さん、こんばんは、うん、こんばんは、こんばんは、やめてさやみが言うやつあ、そっかそっか、そうやな、コメントを読むだけ、わかった、わかった、わかりました、ごめんなさい先輩たちと距離縮まってきたかな、うん、誰と仲良くなった、もうお母さん前かね。いや、あ、さらに、うん、しゃべれた、うん、うん、なんかあやみのことかわいいかわいいって言ってくれてるからさ嬉しい、うん、ってなる、うん、姫ちゃんさん、姫絵文字さん初見です、ありがとう、姫さんいいやん、初見です、ありがとうございますまきまきちゃんや、今度グッドスプーン全品頼んで網あやコースター出るかチャレンジするわ、うん、頑張ってください。なんかね、ランちゃんもいたよ、あ、ママにもさっき見た、見た、てんちゃんもしょ、ランちゃん、うん、
5番目の人かな。コジリン家に来てもらったら、えいいね。無理緊張する。ママがおらん時にして。えそれもそれで緊張するやみが。ジョニースケイさんに抱きしめられてたね。うん、抱きしめられてたの。綺麗やったな。あやみほんまに一期生の DVD 見てた時言ってたもんな、この人が可愛いって初めて見た時、2回目ぐらいか。うん、あ、食べる時に水分いらないんだね。やってごめんなさい。水いる？うん、いらん。欲しいかも。じゃあくださいって言って。ください。はーい。おネギ甘っ。はい、お待ちどう。うん、うん、あん、猫の上に置かないで。猫のさ、かりんと食べたい。いいよ。はちみつジンジャーかりんと、かりんと、かりんさんと、うん、ちょっと前目が欲しい。うーか、卒業までに一緒に踊れるかなって。うわー、何踊る？アモクロ。アモクロやな。アモクロなんです。でもね、あみ一回踊ったから。アモクロ本番ではないけど。あ、リハのやつ。リハの時に覚えていったもんな、前日頑張って。覚えてた。リハの池穂の茶やったっけ。そう、池穂の茶さんとこに入って。池穂の茶の間に。おいしい。おいしい。あみが昨日食べたのとちょっと形違うね。かりんと。あみが昨日食べたのは丸いやつやった。バターなんとかやった。ね、生姜の風味感じる。感じんの？うん。美味しい。でも生姜焼き、そう、生姜やな。生姜焼きやし、生姜やし。はい、ありがとうございます。はい、あと10分だって。え、お前ちゃんか、誕生日や。5分後前にね。5分前に間に合うん。うん、りょうさんありがとうございます、教えてくれて。え、なんかピカピカハート、これ読まなくていいの。生駒みるさ ん、ピカピカハート。おふにいさん、ね、あんなとこにね、来ないの、ギフト表示されへんってこと？うん、それコメントだけにしてるからじゃないの。タイムラインにしたら、うん、ら全部出てくるんじゃないの。なるほど。ああ、だからか。きびだんごさん、ピカピカハート、はい、ありがとうございます。はい、坂本さん、だるま、ありがとうございます。よく噛んでゆっくり食べた方がいいよ。はい。後輩ドラヨン。え、後輩ドラヨン、ママ。ドラヨン、ママが、うん、ママドラヨン。ジュッキーでもなくドラヨン。え、どどっちにしようって迷ってるの。おかしない、おかしい、おかしい。そもそも無理やから、もうオーバー、子持ちの。無理無理、全部受けれるかな。無理無理、歌唱審査で落とされるかな。いや、それより前に落とされるって。高政さん、ピカピカハート、はい、ありがとうございます。ノブリーさん、ピカピカハート、はい、ありがとうございます。アツシさん、初見です、はい。ありがとうございます。ミオさん、ピカピカハート、ありがとうございます。ありがとうございます。ママもでも追い切れてない。ママ、ラスタンプ買いましたか。ママ、ラインスタンプ買いました。ママ、分かったん。うん、え、ね、まず受け取れてないんだけど。うん、小持ちでもいいんですか。ダメでしょ。でもダメとは書かれてない。年齢。年齢。でも10歳以上オーバーしてるよ。笹岡さんはどのチームに行きたいの。え、でも希望はチーム N なんですけど、うん、まあ、このなんかおふざけしちゃう感じとかちょっとチーム M かもしれない。あ、確かに。いやいやいや、でも B2 も好き。いや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 、ねん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 。金色のハートは無料なんだ、だって
何やピカピカやからあれありがたいやつかと思った。ゴールデンウィークキャンペーンらしいよ今。それでゴールデンなんか、あゆみはね周りがめっちゃピカピカしてる。すごい。いつかあゆみちゃんの料理配信希望です。私ももうちょっと上手くなってから。上手やで。だし巻き卵とかめっちゃ上手。うん、チームママいいやん。チームママ、チームママ17人できんで。嘘、60 62人できる。嘘、61人できる。チームママしよう。チームママはメンバー61人。48チームママです。10やばい、61人。やばいってことは NNB のメンバーが122人になるってこと。やばい、めっちゃいいやん。コンサートどうしよう。うん、本物のアクスト出したい。無理だよ。あ、歌唱むずいもんなやね。いや、ママは歌唱じゃなくて多分ダンスで落とされるよ。なんかダンスもちょっとあんまり自信ないんですよね。歌唱はギリギリだと、ギリじゃないな、いけたとしてもダンスが無理。わかんない、ダンスが無理やと思う。いや、ちょっと待って、あやみ、あのさ私、あやみよりしだれ柳上手かった。だってそれはまだやってないやんか、ダンス。怒らんとってよ。怒ってます。あ、反抗期、反抗期、反抗期。あのアドレナリンやばい。反抗期きました。アドレナリンが難しい。命のへそもやばい。9期生で、あかねさん9期生であやみちゃんを可愛がってくれるお姉さんは誰ですか。あの泣き生さんと結構仲良くなって。9期で、うん、9期であやみを可愛がってくれるお姉さん誰ですか。まなみんとかゆきのとかいっぱいいっぱいいっぱい、みんな可愛がっててくれて嬉しい。あみややをね。ママがオタで娘をメンバーに応募したんですか。うん、ママもママもあやみもオタも受けたいって聞いたら受けたいって言ったから。うん、8期生さんのねお衣装年齢足りなくて泣いたしね。泣いてたな。泣いてた。静かやなって思う。お姉さん時間やで男女。ああ、言います。言います。はい、13位しもさんありがとうございます。12位まちさんありがとうございます。11位のごめんなさい、のぶりんさんありがとうございます。10位ハリーポッターメガネのヘギおじさんありがとうございます。9位きびだんごさんありがとうございます。8位やまくんありがとうございます。7位ともちんさんありがとうございます。6位いこまめるさんありがとうございます。5位やなぎさんありがとうございます。4位高間さんありがとうございます。3位しゅんたさんありがとうございます。2位ビビビビさんありがとうございます。1位わさびさんありがとうございます。ママの方が大きい拍手できる。そりゃ手のひらが大きいもん。これ競うんめっちゃもんですよ。よくするよね。よくするよくする。負けすぎだね。壇上読み無事できてよかった。4800人2時間でね、嬉しいね。このでもママ5回ぐらい出入りしたで。やめて。それで5やろ。じゃあ100400470 叩き方で音大きくなるよ。押せてほしい大きく。大きいかなこれ。あと3分。わ。またね。じゃあ蒸し食べよう。まだ食べてなかったんかい。うん。うん、卵美味しいね。そのショールームってめっちゃ難しいね。あやみすごいね。いつもやってるの。やめてってきた。ごめんなさい。あ、ごめんなぎちゃん。ともちゃんさん、いつもありがとうございます。うん、またね。スクショタイムは、あ、スクショタイムはですか？ですよね。スクショタイムはですって。はい。はい、チーズ。何する？猫ちゃんする？いつも一緒やん。まあ、夜から、下に。ああ、いいですね。で、本人はないけど。
本人じゃないな、本猫、本猫本猫。あとは何の今フルスイングで、スイング続くか、うん、こうなんか右手で出てけや。はい、ナンバの鉄人といえば、そのさ、鉄人といえばカクッてするのが可愛い。呪文ポーズ、呪文ポーズって何や。ちゅうか、え、じゃ振りじゃないん、どれ、どこやろ、呪文、呪文、え、これか、え、でもこれか、こっちやん、これ出てきてるかも、呪文、呪文、呪文、低くないな、低くて歌うよ、似ていないよね、に、じゃあ、超が違う、超が違う、呪文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 、似ていない、ちょっと、なんか気持ち悪い、似ていないようで人形15、15、15、15、止まってや、しかもスクショできひんや、止まらないと。そう、これは15はずっと左マイク、右マイクなんですよ。スマホとこっちか、じゃ終わんで、バイバイしてよ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。ヤシミンが配信するそうです。じゃあリレー配信だね、いってらっしゃい、いってらっしゃい、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました、アウト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 、ほーな、ほーな、ね、